はい、どうも、アメカズでございます。今日はですね、この食器棚ですね、動画始めた頃からですね、アメカズの食器棚どうなっとんねんっていうコメントをね、ありがたいことによくいただくんですけども、動画ではちょこちょこ出してますけど、ちゃんと見せたことなくて、今日はちょっと一緒に見ていこうと思うんですけども、よく言い訳してますけど、これめっちゃちっちゃい食器棚で、中もね、つめつめで散らかってるんで、あんまりね、面白くないと思うんですけども、まあ見たいっていう人も多いのでちょっと見ていきますけど、でこの食器棚はなんかね、Amazonとか楽天とかで6000円ぐらいで買ったやつ。なんか6000円ぐらいにしては結構可愛くないですか、これ。2年ぐらい前に引っ越してきたんですけども、まあ、当時まだ奥さんと結婚してなくて、お互い体一つで引っ越してきたんで、食器棚とか家具にあんまりお金かけれなかったんですよね。まあ安くてなかなか可愛い感じですけどね、ちょっと若干立て付け悪いところもあるんですけど、まあ必要十分かなと思って買ったんですよ。ただ当時はこんなに食器買うとは想像もしてなくて、全然ね足りてないんですよ。自分の持ってる食器のだいたい半分ぐらいがここに入ってるって感じです。こっちに食器を入れていて、こんな感じで入ってます。で入れてて、こっちはなんかね、コーヒーとかそんなん入れてます。ちょっとねカメラで映しにくいんで、ちょっとスマホで見ていきましょうか。はい、ではちょっと全体像を見ていきたいと思うんですが、こっちはこんな感じでね、食器入れてます。上から順に、4段ですね。もう爪爪なってますけども、こんな感じで入れてます。上にケーキ系の皿とかカトラリー類、そして、スープカップとかボール系ですね。それからプレート、一番下は大きいお皿とかを入れてます。こんな感じになってますね。こっちはですね、なんか蜂蜜とかハンドドリップ用のコーヒーですね、コーヒーとか紅茶とかそういう飲むもの入れてますね。なんかお茶っ葉とかティーパックとかここにいっぱい入ってます。あと保存食とかもね、ここに入れたりしてます。こっちはもう食器棚としては使ってなくて、こっちに主に食器を入れてます。全体像はこんな感じになってます。山積みになっております。ちょっと細かく見ていきましょうか。はい、じゃあちょっと食器棚見ていこうと思うんですけども、一番上の棚には、ケーキ用のちっちゃいね、17センチぐらいのお皿とかをいっぱい積んでます。小皿とか豚水みたいな取り皿とかガラスの容器とか、カトラリー入れてます。2段目にはスープ用のお皿とかちっちゃいボール、大きいボール、お茶碗とか入れてますね。奥にプレートも入れてるんですけども、ちょっと見ていきたいと思います。何の食器が入ってるのかっていうと、まずアラビアのイリナ、これめっちゃ可愛くてよく使ってます。でこの前買ったスヒナのお皿、アネモネの絵柄プレート、グスタフスベリのアダム、これは僕が初めて買った北欧ヴィンテージの食器ですね。それからフィンランドで買った謎の青いお皿、こっち側にはちっちゃいお皿とかも入れてます。アラビアのファエンツァですね、独特な形してますが結構可愛いです。それからアラビアのカレリア、かなりシンプルな感じで、僕はよくたこ焼きとかなんかお豆腐とか入れるのに使ってますね。和食器っぽい印象はあります。アウリンコとアーム、青い花柄がすごい可愛いですね。そしてティーマのハニー、14センチやったかな、ティーカップについてたソーサーですね、小皿として使ってます。ちょっと前に廃盤になったビルガーカイピアイネンのケトオルボキですね、アラビアで売ってたやつです。奥さんが作った青いお皿、絶妙な小ささが意外と使いやすいっていう。そしてルノの小皿ですね、可愛いですね、このサイズがいいんですよね。奥にはエッグカップとかも入れてます。アネモネのエッグカップと、グスタフスベリ、スウェーデン系のエッグカップですね。エッグカップなんて使わんやろって思ってたんですけど、意外と使ってますね。それからこういうガラスの器に
まあ、ヨーグルトとかアイスとか冷たいおかずとか入れたりするのに使ってます。その隣にお鍋とかの取り皿みたいなのを入れてます。意外と使うんですが、ほとんど100均とかで買ったものです。代用品を見つけれてないという感じですね。それからこういうガラスのね、お醤油とかおひたしみたいなちょっとしたおかずとか入れるのに使ってるガラスの器です。こっちは料理番組とかで出てきそうなやつで、こっちはちょっと可愛い感じのやつ。あんまり出番ないんですけど、カステヘルミのヴィンテージのコースターですね。10センチぐらいのちっちゃいお皿、浅いのでなかなか使いづらいんですけども、まあ、可愛いので一応出してるという感じですね。ここら辺のちっちゃい取り皿はこの前京都で買ったやつですね。めっちゃ可愛いです。これはガラスなんですけども、なんか沖縄の人の作品で1個800円ぐらいで買いました。結構可愛いんですよね。お気に入りです。それから深さのあるちっちゃいお皿、セリアで買ったような気がします。この深さと小ささがケチャップとかマヨネーズとかそういうのを入れるのに適しててめっちゃ使ってますね。このサイズのお皿もっといっぱい欲しいぐらいです。でこっちはカトラリーがちょっと山積みになっておりますね。無印のカトラリーボックスみたいなやつですね。そして2段目がですね、まずお茶碗ですね。お茶碗4つあります。この2つは100均で買ったやつで、クリスチャンのペロションのボールをお茶碗にして使ってます。こっちは妻が作ったやつ、奥さんが使ってます。めっちゃちっちゃいですね。男用女用って感じですね。こっちはマリメッコのスープカップですね。めっちゃいい感じのサイズです。アネモネのスープカップもめっちゃ使ってます。このタイプのスープカップほんまに使えるんでめっちゃおすすめです。この前東京で買った石のお皿ですね。これマジで使いやすくてめっちゃ使ってます。これ買ってから平皿系はもう全部これになりましたね。そしてマリメッコのちっちゃいボールです。コンポッティ、ビヒキルース、ウニッコですね。3つあります。逆にこっちは大きいサイズのボールですね。500ミリぐらいだったと思います。このぐらいのサイズのボールって使い勝手が良くていっぱいあってもいいんですよね。この一番下のやつはフライングタイガーで昔買ったやつらしいです。奥さんが持ってたものです。この2つはマリメッコ。奥にはグラタン用のお皿と和食器ですね。村上直子さんという方だったと思います。オーバルプレートとちょっと深いあのおかずとか入れるようなお皿、そこがね結構エッジのある感じのお皿、これも結構使えます。ただ小引きの器なのでシミとかが行きやすいんですよね。なのでちょっと使うのにためらったりもします。そして3段目がプレート置いてます。20センチぐらいのプレートと深みのあるボールのようなものを入れてます。一番下が大皿を入れてますね。どんなものを入れてるかっていうと、なんか100均系の器ですね。お味噌汁入れたりするのに使ってます。マリメッコのちっちゃい平皿、13センチぐらいかなの平皿。プレート20センチぐらいのプレート、奥にはグスタフスベリの魚ちゃんのやつを入れてます。この石のやつを買ってからこの魚ちゃんあんま使ってないんですよね。可愛いんですけどね、使い勝手はめっちゃいいです。こうやって持てるのがいいところですね。これは、モディだったかな、モディをちょっと忘れたんですけど、あの安くていい食器がいっぱい売ってるお店で買いました。パラティッシュの21センチのプレート、めっちゃ使いやすいですね。本当にパラティッシュ大好きですね。めっちゃ使ってます。アラビアアベックの20センチのお皿ですね。グリーンとブルー、グリーンはもう廃盤になってて最近ちょっと買ってみたって感じですね。アベックのブルーもめっちゃ使いやすいんで悩んでるって方は、買ってもいいと思います。グスタフスベリのベルサ、現行品です。ヴィンテージに比べて丸みのあるプレートなので、ちょっとした汁物とかパスタとかにすごい使いやすいので、おすすめです。プルーヌスヴィンテージの、21センチのお皿ですね。バックスタンプがプルーヌスでめっちゃ可愛い。ゲフレのお皿2枚です。フォンタナとスミルナっていうやつですね。日本ではこのスミルナっていうのがかなり少ないんですけど、めっちゃ使いやすいですね。これ本当におすすめです。これはパンとか入れるのにいいと思います。パラティッシュのボール、これマジで使いやすい。あのね、本当におすすめで、何がおすすめかっていうと、
これ、どこから見てもいろんなとこに鮮やかなデコレーションが入ってるっていうのがほんまに美しいんですよ。まあ丼とか入れても、横から見ても奥にも手前にも美しいデコレーションが入ってるっていうのが、もうバランスも取れてて本当にいい器。パラティッシュの17センチボールマジでおすすめのお皿。それからこの前買ったルスカの20センチのスープボールですね。これも結構使いやすくて使ってます。結局のところ深さのある器がやっぱ使いやすいなって感じですね。カレー入れるのとかに使ってます。不思議の国のアリスの、なんかローソンかなんかのね、景品やったと思うんですけど、未だに使ってますね。だいぶ長いです。スウェーデンで買った謎のスープボール。やっぱ北欧のお皿って、ブランドがようわからんやつでも、色合いがめっちゃ綺麗なんですよね。何買ってもいい食器やなっていう感じです。一応ロゴが、なんか P みたいなロゴがあるんですけど、詳細はよくわかってなくて、もし知っている方いたら教えてください。壺みたいな形に P っていう文字が入ってる。ポムポムプリンとポンデリングのコラボの器、グラタンとか焼いた時の受け皿として使ってます。そして一番下の段行きましょうか。こっちから、あーめっちゃ重いね。で、一番下に何入れてるかって言ったら、クリスチャンのペロションのダイヤモンド型のボールですね。これも結構野菜とか入れるのに使ってます。グスタフスベリ現行品のボールですね。これもパラティッシュのボールと同様に深さがあってちょうどいいサイズなので、すごい使いやすいですね。大きすぎず小さすぎずといったところで万能なお皿ですね。ロールストランドモナミのお皿です。ヴィンテージのお皿ですね。現行品に比べてヴィンテージは青がちょっと染み込んだ深みのあるブルーになっております。アネモネのお皿ですね。20センチのお皿なんですけども、こうリムがあるので中がね、やっぱちょっと小さいんですよ。20センチあってちょうどケーキ入れたらいいぐらいかなっていうぐらいのサイズです。なんかムニエルとかお魚料理とかを入れるのに使ってますね。イギリスの有名なブランドの食器ですね。ちょっと名前忘れちゃったんですけど、あのなんか有名なやつです。ボッシュとかなんかちゃうな、ボッシュじゃないな、なんだっけ、なんか B から始まる感じの名前のやつ、有名なやつ、友達がくれました。ウェッジウッドのフェスティビティというプレートです。1400円ぐらいで買ったような記憶があります。安くておすすめのケーキ皿はどれだって言われたら、僕はウェッジウッドのフェスティビティをおすすめします。この緑のカラー廃盤なんですけど、絶妙なカラーで本当にいいですね。白とか青とかピンクもあるんですけど、緑がおすすめです。頑張って探してみてください。マリメッコの平たいプレート、マンシッカのプレートですね。これマンシッカの動画出してからまた再販した時にもう一枚買ったので、実はもう一個ストックがあります。ボールもここにあります。マンシッカのプレートです。同じく平たいプレートのグスタフスベリのベルサです。これヴィンテージなので裏にね、葉っぱとかついてて、平たいんでトーストとかそういうの乗せるのに向いてると思います。あー重すぎる。がー、次はラスボス大皿ですね。かなり厳選してます。中でもよく使っているのがこれ、アラビアの 24H のグリーンのやつですね。もう廃盤になってるやつですけども、色合いも美しいんですけど、さっき紹介したアラビアのアベックと同じ 24H というフォルムなんですけど、パスタプレートと呼ばれてるやつなんですが、このちょうどいい深さと丸さが本当に使いやすい。2人分のサラダとかね、2人分のおかずを入れるのに使ってます。真ん中に小さく持ってもこの緑が美しいので食卓も映えると思います。特に緑が綺麗なんでマジでおすすめです。それから動画ではまだ触れてなくて、上半期の紹介に出したんですけども、フランスアンティークのサルグミンヌっていう器ですね。最近フランスアンティークも調べようとか言ってたんですけど、実際に1枚買ってみました。花リムと呼ばれてて、周りが花のような形になってるんですね。立体的になってるんですね。そういうのを1枚欲しいと思ってたので、お試しで買ってみました。かなり軽い感じですね。ティーマのハニー、23センチのプレートです。ティーマは僕26センチはないかなと思ってて、23センチが限界ですね。サラダ入れたり、まあカレー入れたりすることもありますけど、まあそういうのに使ってますね。ハニーの23センチはもう売ってないと思うんですけど、スコープさん限定のサイズです。もう一つよく使ってるのが、ルスカの25、6センチぐらいの大皿ですね。
大皿って言っても縁があるんで中はそんなにでかくないんです。20センチないぐらいなんですよ。そんなに多くないものを大きく見せるというか、例えばハンバーグとかステーキとかね、そういうのにすごい向いてるお皿やなと思います。ルスカの大皿はなかなか使い勝手良くておすすめです。同じくルスカのバルティックシーも食器棚に入れてます。ルスカと合わせて2人分出すときに使ってます。だいたい僕が青のやつになりますね。最後に26センチか27センチぐらいの大皿も一応入れてます。これはナチュラルキッチンとニトリやったかな、どっちも300円ぐらいで買ってきたものやと思います。プチプラ食器で最強を決めるとしたらナチュラルキッチンかなと思いますね。安くて使い勝手のいいお皿ですね。もう今はあんまり使ってないんですけど、はい、というような感じでアメカズの食器棚いかがだったでしょうか。この一番上にあるねケーキ用のプレートもつい数日前までこれぐらいまで詰まってたんですよ。それを奥さんが整理してくれて半分ぐらいまで減ってるっていう感じで、どんどん僕が食器買っちゃうんで、どんどん増えていくんですよね。今入ってるのは結構スタメンが多いですね。まあ僕も使いたい食器を買ってるので、その時々によって入れ替えたりして、まあラインナップはちょくちょく変わるんですけども、今入ってるものは結構頻繁に使ってますね。大皿とかはちょっと入れ替えたいなとか思ったりしてるんですけども、もうこの食器棚には入らないので大きい食器棚にしようと思ってるんですよ。前の食器棚の動画でも話したんですけど、自作したいんですよ。自作したいっていうのは一つね、僕食器の入れ方にポリシーというか、まあこんだけちゃんとしてないのに何がポリシーやねんっていう感じはあるんですけど、入れ方にやっぱ強い意志があって、食器棚の収納を考えられてる方って縦のねケースとかに縦積みにして取りやすくしたりとか、ディッシュスタンドに立てたりとか、あとは小分けのボックス引き出しとかに入れたりする方も多いんですけど、僕の中でそれはなしやなと思ってて、まず引き出しとかに入れると食器とかがぶつかってやっぱ気づくんで、こっちにぶつからなくてもここがやっぱ動いて擦れるから、やっぱ引き出しとかってあんまり良くないなと思ってるんですよ。でディッシュスタンドとかに立ててもここにね傷が行きやすいというか、ここに全力が乗るわけじゃないですか。でこれが重なって立ってたら、さらにこの力が薄い繊細なところに全パワーが乗っかってくるわけですよ。そうするとやっぱりダメージが行きやすいし、ダメージって目に見えてる部分だけじゃないので、もう僕は自分が見た時に一番美しく見えるのはこう平積みというか平置きだと思ってるし、食器の安全性っていう面で考えても絶対平たく置きたいんですよ。なのでもう今のこの状態は仕方ないんですよ。食器棚を自作したいっていうのも、棚を多くして横広げて奥行きとかもちゃんと計算して、みんなを平たくそれぞれの棚に置けるように作りたいんですよね。収納術がないとかって言ってたのはそういうことなんですよ。僕は絶対平たく置きたいっていう意思があるんで、こんな状態で積んでるっていう感じなんですね。まあそんな感じでね、今日は食器棚を簡単にご紹介させていただきました。たくさんコメントをいただいてたんですが、皆様の気になる部分は解決できたのかちょっとわからないんですけども、そういうところが気になってたんじゃないんだよっていうのがあればまた教えてください。僕の食器棚はこんな感じです。僕みたいにたくさん食器を買ってて食器棚が小さいっていう人でも、まあ、これぐらいなら全然入れて使うことはできます。皆様も無理なくというか、まあ自由に食器ライフを楽しんでいただければなと思います。というわけで、アメカズでした。